セントポール大聖堂から眺めたパターのスタースクエア。ロンドン証券取引所は写真の向かって右側の建物に入っている。ロンドン証券取引所は1801年に設立されたイギリスのロンドンにある証券取引所である。世界における主要な取引所の一つであり、世界経済中枢の一角を担う。所在はシティオブロンドンのセントポール大聖堂に近い。 パターのスタースクエアに位置する。運営は2007年以降、ロンドン証券取引所グループが行っている。上場企業は、全体で2008年9月30日現在3213社を数え、イギリス企業のみならず、国外の企業も多く含まれる。ホフの統計によると、2011年2月現在の、時価総額は3.857兆ドルであり第4位、2010年通年の、 売買代金は第6位であった。代表的な株価指標は、時価総額が最も大きい100社を対象とした、ふっ100で、これは1983年末の株価を基準値1000とした、時価総額過重平均が高株価指数である。通常の立ち会い時間は土曜、日曜、取引所の定める休みを除く、平日の西ヨーロッパ時間8時16時30分。 日本標準時では、当時間は17時翌日1時30分、過時間は16時翌日0時30分にあたる。ロンドンにおける株式取引の起こりは、ウィリアム3世の治世の時代、ロシア北部の八海経由で中国を目指した、モスクワ会社、インド、東洋の航海をした東インド会社、この2つの組織の資金を安定的に手当てする必要があったことによる。これは、 個人が年出するに困難なほどの費用も、商人らに株式を発行することで会社立ち上げの資金を獲得し、株主らには最終的な利潤の分配権を与えるものであった。手法はすぐさま広まり、1695年には140の株式会社があったとされる。これら会社の株式の取引は、市のエクスチェンジアレイ界隈にある2つのコーヒーハウス、 ギャラウェイとジョナサンが中心となり、ブローカーを務めるジョン・キャステインが発表する株価、商品価格は、ザ・コース・オブ・ザ・エクスチェンジ・アンド・アザー・シングスと呼ばれた。株式市場の成長に従い、法制度の整備も進められ、1697年には、ブローカー及びジョッパーの総員、悪兵器製法が議会を通過。内部社取引や市場の不正操作が制限。 さらにブローカー業は免許制となって、合法行為の制約が求められるようになった。その後もエクスチェンジアレイは栄えていったが、1720年に起きた南海放末事件によって潮流は後退する。南海会社の株価急騰に橋を発した過剰なほどの熱狂が市場を席巻し、時期に株価の急速な巻き戻しが起きた一連の出来事は市場の混乱を招き、 その回復に長い時間を費やすこととなった。南海放末事件によって1720年バブル条例が制定され、株式会社設立は議会の許可制となり強い制約が加わった。これは1825年まで存続したため、産業革命は従来の定説とは違い、株式会社制度による影響は大きくはなかったとの見方がある。一方、 国債の発行、流通市場が加速した。1748年に、ジョナサンが火事で焼け落ち、加えて、アレー界隈の溢れ返る人の多さに不満が募っていたこともあって、ブローカーラは、スレッドニードル通りに、ニュージョナサンを再建、間もなく、名称を、証券取引所と定めた。1801年には、会員規則の新設。 証券取引会員上への再度解明をもって、今日あるロンドン証券取引所の基礎が出来上がる。しかし、これもまた手狭であったため同年にカペルコートへ移転するなど、右よ曲折を経ながらも、市場そのものが朽ちることはなく1820年代の鉄道、運河、鉱山、保険に関わる産業の成長が支えとなって再び立ち直っていった。 1865年から1914年の間、イギリスの資本輸出におき、大英帝国向けは4割で16.1億ポンドに達した。その半分はカナダ・オーストラリア向けであった。資本輸出は帝国主義の手段ではなく、むしろ収益性に帝国主義を従属せしめるものであった。1923年には文章が授与された。 モットーは、我が言葉は、我が証文なり。このモットーが表している通り、ロンドン株式取引所の最大の長所は、火の打ちどころのない誠実さと言われた。1972年、エリザベス2世出席の元立会場を備えた、証券取引所タワーを、スレッドニードル通りに開き、新たな舞台を設けた。1986年10月27日の、 ビッグバン到来においては大規模な変革がもたらされ、有価証券取引の手数料自由化によって、ブローカーやディーラー同様に、各業者ごとで決定できる仕組み、ディーリングルームへのコンピュータシステム導入など、業務に関わる多くの規制撤廃、緩和がなされた。1990年7月20日、IRA 暫定派の仕掛けた爆弾が、見学室広報の男性トイレで爆発する事件が、起こる。 現場はすでに避難が済んだ後であり、負傷者はゼロであった。ただし電子取引を安全にできる観光名所とはいえ事件の影響は大きく、同スペースを再開したものの1992年に閉鎖された。新ロンドン証券取引所ビルの内部。中央のオブジェクトはグレーワールドの手掛けたザソース。2004年7月、スレッドオニードル通りからセントポール大聖堂の すぐそばであるパターのスタースクエア移転。エリザベス2世が再び出席、エディンバラ港、フィリップ・ドーハンの下2004年7月27日に新ロンドン証券取引所がオープンした。2005年にロンドン証券取引所はナスダックから合併提案を受けたが2007年初頭、最終的に拒否した。2007年、ロンドン証券取引所は イタリア証券取引所を買収。これを契機に、ロンドン証券取引所グループが設立され、ロンドン証券取引所は同グループによる運営とされ、また、グループ自身が、ロンドン証券取引所上場企業となった。2009年9月、スリランカのミレニアムインフォメーションテクノロジーズ、リミテッドを、買収。2011年2月、トロント証券取引所を運営する。 TMX グループとの合併を発表するが、同年6月に頓挫した。2014年6月、アメリカ合衆国、ワシントン州に拠点を置くフランク・ラッセル・カンパニーの買収を発表した。2016年3月、ドイツ取引所が139億ドルで買収を提案して、経営統合で合意するも、欧州連合が承認せず、2017年3月に交渉終了した。 そこで、ロンドン証券取引所は、国際金融市場における手形交換制度である、国際証券集中保管機関の買収、または、新設を目標とするようになった。ロンドン証券取引所は2013年にロンドン、手形交換所を参加に収めているが、同手形交換所は2017年8月に、カストリアン分担モデルを、アビバ JP モルガン BNP パリバ、 HSBC といった参入側に提示した。2019年9月には、イギリスの欧州連合離脱が進む中で、香港証券取引所から390億ドルで買収が提案されるも、翌10月に断念した。2021年1月に金融情報企業のリフィニティブの買収を完了し参加とした。同年4月、イタリア証券取引所及びその関連企業を、 ユーロネクストに売却した大企業が上場するメイン市場と新興企業が上場する AIM 市場の二つがある。その取引システムについてはセッツと呼ばれるオーダードリブン性に基づくもので、また決済については英国の通貨であるポンド以外も可能である。ありがとうございます。